プロンジュールは1863年4月16日に浸水したフランス海軍の潜水艦。動力で航行する潜水艦としては世界初のものである。シメオン・ブルジョワ大佐が立案し、海軍艦艇設計者のシャルル・ブルンが1859年にロシュフォール海軍工廠で設計を開始した。パリの海軍博物館に展示されているプロンジュールの模型1867年のパリ、万国博覧会のために作成されたプロンジュールの模型。ロシュフォール海軍博物館ドイツ博物館に展示されているプロンジュールの模型。救命艇を切り離した状態。プロンジュールの図面。プロンジュールは貯蔵した圧縮空気を利用するレシプロ式の空気エンジンで推進した。圧縮空気は 12.5 バールに加圧され23個の空気タンクに貯蔵されたが、容積は153メートルとなるため、潜水艦自体も先例のない大きなサイズとなった。エンジン出力は80馬力で4ノットの速度で5海里の航続距離があった。圧縮空気は53メートルの容積を持つ、バラストタンクの排水にも用いられた。バラストは34トンの安全バラストも含めて212トンであった。プロンジュールは、先端に敵艦の船体を突き刺して、穴を開けるための昇格を有しており、また電気発火式の外装水雷も装備された。全長は43メートル、排水量は381トンであった。カシャロットという名前の支援艦が必要に応じて圧縮空気を再充填するためにプロンジュールと共に行動した。12人の乗員が脱出できるように8メートル ×1 メートルのサイズの小さな救命艇が装備されていた。プロンジュールの内部構造ラビジに栄光されるプロンジュールジュール・ベルヌが創造したノーチラス号、ラロシェル生まれのマリー・ジョセフ・カミーユ・ドーレ中尉がプロンジュールの艦長となった。1863年10月6日、シャラント川を降り、カベンキャーリーの港へ向かう、最初の試験が行われた。1863年11月2日、最初の潜水実験を実施するために、シャラント川河口のポートでバークスまで曳航された。天候が不順であったため、プロンジュールは、ラ・パリス、さらに、ラ・ロシェルまで曳航された。1864年2月14日、ラロシェルでの試験中に圧縮空気を送り込みすぎたためにエンジンが急速回転し、ふ頭にぶつかってしまった。試験は中止された。1864年2月18日、プロンジュールはラ・パリスに曳航され、9メートルの潜水を行った。その長さから来る安定性の問題のため、プロンジュールの最大潜航深度は10メートルでしかなかった。全部が早く沈む傾向にあり、海底にぶつかって前方に動いてしまう。この傾きを補正するために、ポンプが搭載されたが、作動が遅すぎて有効とは言えなかった。ジムノートやギュスターブ・ゼデ等の後に開発された潜水艦のように、センダーを使用すれば安定性の問題は改善されたと思われる。1867年のパリ万国博覧会にプロンジュールの模型が展示された。それを見たジュール・ベルヌは3年間の構想の後、海底2万里を発表した。各種の試験を実施した後、1872年2月2日にフランス海軍はプロンジュールを退役させた。20世紀初めに移動給水艦に改造された。プロンジュール1873年1月1日、プロンジュールは120馬力の2気筒、複合蒸気エンジンを据え付けられ、ロシュフォール港で給水艦として現役に戻った。1898年には、魚雷艇74号から取り外したエンジンを乗せ替えた。1927年、ロシュフォール海軍工廠が閉鎖されたため、プロンジュールは、地中海側のトゥーロンに移動となり、第1及び第3船隊に水の供給を行った。1935年12月25日に退役、1937年5月26日に 25,143 フランで売却された。ありがとうございます。